これから SNS マーケティングを始める会社っていうのは、今 SNS を使っていない、Twitter の使い方がわからない、そういう人たちが大多数を占めるような会社の中で入ってきた新人とか、もしくは中堅どころで Twitter とか使える人、そういう人にとりあえずやってみてって言われるケースがめちゃくちゃ増えるはずです。どうも、いましです。皆さん SNS ってどれぐらい使っているでしょうか？例えば Facebook とか Twitter、Instagram とか LINE も SNS に入るらしいんですけれど、大多数が使っていると思います。じゃあそれをビジネスでやってくれっていうふうに言われたらどうでしょうか？しかも自分がその担当で、自分がルールを決めなきゃいけないっていう立場になるとしたらどうでしょうか？いやいや、普通に会社に行って、で、普通に働いてて、そんな SNS の担当とか、全然ニッチでしょ、数少ないでしょって言う人、甘いんです。実は、2030年までに、マーケティング費用の半分が、SNS マーケティングに使われるっていうふうに言っている人もいるぐらい、これからまだ10年かけて、どんどん、この SNS マーケティングの市場が膨らんでいく。日本全体でだいたい4兆円のマーケティング費用が存在していて、これの半分、2兆円かけて SNS でマーケティングする。そういう風な時代がやってくる。将来の自分が SNS マーケティング始めますっていう風になった時に、どういう決まり事で、どういう使い方、どういうロジックで周りに説明してレポートを提出しますか？そこまで考える必要があるんです。それだけ聞くとなんかちょっと恐ろしいじゃないですか。もしくは逆に、自分普段使っているから大丈夫っていう人もいるかもしれません。でもどちらもビジネスで使うっていうのは全然中身が違うっていうところだけは押さえておかないといけないんです。SNS を使っている、例えばツイッターをイメージしていただきたいんですが、ツイッターを使っている人のほとんどって広告をわざわざ見たくてツイッターを使っている人っていないと思うんですよ。普通のユーザーとして使うのと、企業のマーケティングとして広告じゃない、その SNS マーケティングとして使うのでは、全然アプローチの仕方が違うっていうのが一個ある。もう一個重要なのが、今でも主要なその企業っていうのは SNS マーケティングも始めてるじゃないですか。じゃあ残り10年かけてどういうところが、その SNS マーケティングに参入し始めるかっていうと、まず、中小企業ですよね。例えばイメージしてください。会社員が、20人から30人の会社で、そこでみんなパソコンの使い方もろくにわからない。そういう風な会社で、あなたが比較的若いから、あなたが比較的ツイッターを普段から使っていると知られているから、ちょっと試しにやってみてっていう風に言われるんです。そうなんです。これから SNS マーケティングを始める会社っていうのは、今、SNS を使っていない、Twitter の使い方がわからない、そういう人たちが大多数を占めるような会社の中で入ってきた新人とか、もしくは中堅どころで Twitter とか使える人、そういう人にとりあえずやってみてって言われるケースがめちゃくちゃ増えるはずです。そうなった時に、もしあなたがその担当者になったとしたら、いきなりやっちゃいけません。いきなりアカウントを作って、いきなりとりあえず1ヶ月間のツイートやってみようっていう風にやったらダメです。今使っているから、今 SNS 普段からやっているから大丈夫ではなくて、ビジネスで使うとしたら、一体どういうやり方があるのか、たった1回でも、ざっと学んでおけば、後々困らないかもしれないし、何かの役に立つかもしれません。そういう意味で、今回は SNS マーケティングの仕方について調べてみました。この動画を見ると、SNS マーケティングのやり方についてざっくりとわかるようになります。では行きましょう。イメージしてみてください。あなたの会社は2、30人の小さい会社で、ある時、急に上司から、他の会社もなんか SNS マーケティングですごくユーザーとつながっている、ブランドも向上して認知度も上がって、なんか利益になっているっていう話聞いたから、君やってくれる？っていうふうに言われました。その時に、アカウントを作る前に、最初のツイート、最初の投稿をする前にやるべきことっていうのを押さえておきましょう。
まず SNS マーケティングの前提としてユーザーのどこにアプローチしたいのかっていうのをちゃんと把握しておくこと。ユーザーのフローっていうのはかなり細かく分けられますが、大きく3つ。1つが、まず認知度を持ってもらうこと。ユーザーがその会社の商品、その会社のサービスについて知ってもらうということ。そして2つ目が、知ってもらった後、それに対していいイメージ、ポジティブのイメージを持ってもらって、同じ類似サービス、類似商品が横並びで並んでいた時に自社商品を取ってもらえるように、こう、すいてもらうこと。そして結果、購入まで行く。ブランド構築から購入までのプロセスが2つ目。そして3つ目。これが、すでに買ってもらったお客さんに対して、また買いたくなるような、もしくはなんかすごく売上原価に貢献するような、そういう商品を、クーポンを発行して、それを買ってもらう。何かポジティブなツイートをして、みんなに拡散してもらう。こういう買った後のユーザーに対するアプローチ。これが3つ目。このユーザーの3つのアプローチのうち、どこにターゲットを向けたツイートなのか、キャンペーンなのか、そういう評価なのかっていうのをちゃんと把握してやっていきましょう。さあ、じゃあ、最初の投稿をする前に4つ考えることがあるっていうんですね。その4つっていうのは、まず1つ目、目標を決めること。目標は KGI と KPI の2つ。KGI っていうのは、こう、何をゴールにしたいかっていう言葉で表現した目標。KPI っていうのは、じゃあそれを毎月毎月こう追っておく。今月良かった悪かったっていう評価をするための数値は何ですかっていう数値、評価指標が KPI。この二つを合わせて目標を決めるっていうことです。そして二つ目がペルソナを決めること。ペルソナっていうのはお客さんのイメージのようなもので、こう一枚の紙切りの中にお客さんの顔写真と名前、生活している背景とか、もしくは家庭事情、隙間時間の何をやっているかとか、そういうこと細かに仮想上の人物、お客さんっていうのを作る。これによって、的外れなアプローチとか、的外れなこう投稿みたいなのをなくす。もしくは、今回のサービスっていうのは、どのペルソナに向けた発信なのかっていうふうにすることによって、自分たちに都合のいい顧客のそのイメージっていうのを勝手に作って、誰も存在していないお客さんっていうのは相手にしなくて済むようになる。これがそのペルソナを作るっていうこと。そして三つ目。これが何の SNS、何の媒体を使いますかっていうことです。Facebook、Instagram、Twitter、そして LINE。この辺のその違いについて把握しておくっていうこと。そして四つ目がマニュアルです。例えばどういうふうにしたら炎上しなくなるのか。もしくは不測の事態が起こった時、上司がいなかった時にどういう行動を取ればいいのか。ダブルチェックは一体誰がどういうプロセスでするのか。定例ミーティングとか、毎週あるって言ってたのにたまにない。なんか、そういう時にどうしたらいいのか。みたいな、そういうみんなのルールを決めましょうっていうこと。これが四つ目です。まずはじめに、その一つ目で紹介した目標を作るっていうこと。この目標自体はそこまで難しいものじゃありません。例えば Twitter の認知度は上げたいのに、いいねの数は測っていても意味がないですよね。認知度を上げるのであれば、フォロワーを増やさなきゃいけないですよね。一方、いいねの数とかリツイートの数っていうのは、ポジティブなブランドイメージを持ってくれているかどうかっていうところなので、購買行動に移ってもらうとき、お客さんが商品を買ってもらうまでのプロセスの中で、いいイメージを持ってもらう。その評価のためだったら、リツイートとか、いいねの数っていうのはすごく大事だよねっていうのがわかります。もしくは、たまにクーポンを発行したりして、なんかお得情報みたいな感じでツイッターとかで流して、そのクーポンの利用率がだいたい何パーセントかみたいな、その利用率が KPI っていうのになる場合もあります。そしてこの KGI とか KPI って言われるものは、トップダウンで、なんか、有名人、これぐらい言ってるから、うちじゃあこれぐらいを目標にしよう、みたいな感じでやるのでもなくて、根性論みたいなんでやるのでもなくて、同じような競合ですでに成熟してある程度安定したユーザー、フォロワーが存在している。そういう企業アカウントを参考にして、その平均値、もしくは中央値を目標にして、そこに行くまでに何年かけるのか、何ヶ月かけるのか、
そして1ヶ月後の目標はどれぐらいなのかっていう、その、マイルストーンみたいなのを決めて、それを KGI とか KPI っていう風にしましょう。次に、ペルソナです。ペルソナを決めるのはさっき言った通り、好きにイメージしたらダメなんです。やっぱり、すでにある程度ビジネスを続けているのであれば、ユーザーの声とか、どういう人が商品を買っているのかっていうのは、大体わかっているし、データも取れているはずですよね。そのデータを元にして、実際に使っているユーザーは誰だったのかっていうところについて調べる。データベースで、ペルソナを作って、で、できるだけ細かく細かく、詳細に分類していく。このペルソナっていうのは、正直かなりタフな作業で、これだけをこうまとめた本っていうのはかなり分厚い専門書みたいなのもあるぐらい、専門的な内容なんですが、まあ、その A4 1ページぐらいは、それぐらいで中をざっとまとめるぐらいはしておきましょう。そして、ペルソナを1個作ったら、できれば複数個のペルソナを作ってみる。今回のツイートは田中さんは最近フィットネスに興味があって夕方からの空き時間が多いからだからそのタイミングで流そうみたいな、今回のツイート今回の投稿は一体誰に対するものなのか、その辺まで考えてやることによってみんなでこの進捗とか効果っていうのを共有しやすくなる、もしくはその狙いだったらこの作業この投稿っていうのは間違えてるよねみたいなフィードバックがもらいやすくなる、チームで、企業でマーケティングをしやすくなるっていうメリットがあります。次に、どのその SNS を選ぶかっていうことなんですが、これはなんとなくわかりますよね。Facebook って結構年配の、もしくは30代、40代ぐらいの男性が多い、ビジネスマンが多いツール。一方で、Instagram は年齢層がある程度幅広くて、しかも女性が多い。ツイッターは10代、20代の人、男女問わず存在している。LINE は国の情報とか、そういうのも送るようなインフラ的な立ち位置。けれど、メルマガとかを送るのには適している。開封率がすごく高い。最後のマニュアルを決めるっていうのはなんとなくわかりますよね。コカ・コーラとか、この辺のマニュアル、その SNS マーケティングのマニュアル作りがめちゃくちゃうまいらしいので、ぜひ URL を貼っておくので、興味のある方は見てみるといいと思います。かなり細かく、その緊急事態の対応の仕方とか書いてあるので、参考になると思います。ここまでやって、やっと、じゃあ投稿を始めましょう。SNS を始めましょうっていう風になるんですが、まあ、いいコンテンツは何かっていう話になるわけですよね。この本、今回参考にしたのが、この SNS マーケティングっていう本なんですけれど、この本の中でいい投稿とは何かみたいなのが書いてあります。この内容はかなり皆さん共感できると思うんです。そういう企業っぽい内容じゃなくて、ユーザーの目線に立って価値のある情報を提供しましょうっていうことです。例えば、時事ネタでこう食いつきやすくするとか、もしくはお得情報を流す、もしくはそのペルソナがあるのであれば、この年代層のこの時の栃木出身の人だったらわかる何々とか、それで懐かしいっていう風に共感してもらって思わず広めたくなる。もしくはユーザー参加型みたいな。たまにありますよね。何々と思ったらいいね。違うと思ったらなんかリツイートみたいな。ああいう風に参加したくなるような。そうやってユーザーの目線に立って投稿するっていうのが大事だっていう風にあります。正直、この投稿の部分、どういう投稿したらいいのかっていうのについては軽く流すんですけれど、ここが一番説明するの難しいですよね。実際に僕もこの後そのツイッターとかブログっていうのを始めてみて認知度を上げるっていう試みを始めようと思ってるんですが、ツイートをユーザー目線で立ってやってもいざやってみたらなんか立ち上げたブログのなんか記事一個上げたらそのタイトルだけパッと貼ってでリンクパッと貼ってどうぞよろしくみたいな、そういう風になりがちなんですよね。なのでここはかなり勉強のしがいのある場所だなっていうふうに思います。ただいいコンテンツっていうのはそのユーザー目線で投稿しましょうっていうことです。さあそしてここまで来てその目標っていうのもあるし、ある程度コンテンツっていうのも溜まってきた、投稿っていうのも溜まってきた。じゃあ次は何するかって言ったら評価ですよね。分析です。少なくとも SNS マーケティング企業でやるのであれば月に1回ぐらいは
そのミーティングとか報告会、フィードバックっていうのをもらうようにしましょう。フィードバックをもらうときも、あらかじめ決めておいた KGI と KPI、そして他の競合の KPI の数値、今月の目標値、それをざっと見て、どこが足りないのか、何が足りないのか、もしくは他の同僚から来たアンケートで、ちゃんと任意のペルソナ、狙ったペルソナに向けた広告になっていないんじゃないのみたいな。そういうのも共有しましょう。さらにそれだけじゃなくて、エンゲージメントっていうのもあるんですね。エンゲージメントっていうのは、その SNS ごとに全然計算の仕方が違うんですけど、ざっくり言えば、どれぐらい他のお客さんに貢献しているか、どれぐらい他のお客さんにいい投稿をしているかっていうことです。Twitter だったら、例えば投稿のその、いいねの数と、リツイートの数をなんかで割るみたいな、そういう計算の仕方があります。このエンゲージメントを上げることによって、そのツイート、その投稿の、そのアカウントのブランドっていうのを上げることができる。いいアカウントだっていうふうに認識してもらっているっていうことになります。じゃあ、このエンゲージメントを上げるためにはどうしたらいいかなんですが、まずは見栄えを良くしましょう。その、例えばカバーの写真とか、アカウントの写真、アカウントの画像、そういう画像で適正なサイズっていうのがありますよね。しかも、表示のされ方もスモールとかラージみたいな、なんかある程度決まった画像サイズっていうのがありますよね。それぞれの画像に対して、なんかデバイスで見たら、違うデバイスで見たら全然アスペクト比おかしくなってるみたいなことがならないように、ちゃんと規定のその画像のサイズっていうのを貼って、そうやって万が一の事態、その見栄えが悪くなるっていうのをなくしましょうっていうのが一個。そして二つ目が OGP ってやつです。この OGP っていうのは要するに、リンクを貼った時そこに画像が見えるかどうかみたいな、サムネイルが見えますかっていうやつです。例えば YouTube の動画を上げて、僕みたいにそれを Twitter に貼ったのであれば、その Twitter に貼った投稿の画面に YouTube のそのサムネイルみたいなのが見えますかとか、自社のオウンドメディアっていうので、なんか記事を書いた、ブログで記事を書いた、それを Twitter に上げたら、そこにちゃんと画像と文章っていうのが存在していますか？ YouTube を上げるのであれば、これは自動でやってくれますけれど、オウンドメディアとか自分でブログを立ち上げた場合、この OGP の設定を自分でする必要があります。なのでそこを忘れずにやっておくと、エンゲージメント、いいねの数とかリツイートっていうのが上がるっていうふうに考えられます。その他にもエンゲージメントを上げる方法の手段としては、例えば、他のユーザーがその会社のアカウントに対して何かつぶやいた、商品について何かつぶやいた時にすぐに反応する。これ結構他の企業アカウントでもやってますよね。あれがその話題になったりとか、ちゃんと見てくれてるなっていう風な感じでユーザーとの距離が近くなってエンゲージメントも上がりやすくなるっていう風にあります。あと簡単にそのブランディングっていうところに注目して話したいと思います。まず、ブランディングでよくあるの。なんか、フォロワー数を増やしたいとか、その、インプレッション数って言って、どれぐらいユーザーの目に触れたかっていうのを増やしたいがために、キャンペーンをやるっていうのありますよね。キャンペーン自体はいいんですけれど、例えば、商品券あげますっていうのはダメなんです。一方で、うちの商品を持っている人に使えるクーポン券をあげますっていうのはいいんです。この違い何かっていうと、キャンペーンが始まる前と終わった後で、その目標値、KPI とかエンゲージメントっていうのがガクンと下がるのか、それとも維持できる、もしくはその以降も伸びていくのかどうかっていう違いです。キャンペーンをやるときに大事なのは、あなたの会社のすでにファンである人、そういう人に対してキャンペーンをするのは正解なんですが、あなたの会社の商品を知らない人、もしくはあなたの会社の商品のファンじゃない人に対するキャンペーンっていうのは、基本的にそのキャンペーンが終わった後一気に悪化する。一気に KPI が悪くなるので、やるべきじゃないっていうふうにこの本では紹介しています。まあ、確かに言われたらわかるなっていう気しますよね。商品券あげますとか、もしくは金券あげますっていうふうに言われて、その場その場でなんかリツイートしたりしてやることはあっても、そっからもう見ないですよね。なので、あらかじめファンっていうものをちゃんと把握しておきましょうっていうことです。同じようにファンっていう視点で見てみると、
アンバサダーを作りましょうっていうふうに書いてあるんです。アンバサダーっていうのはすでにその会社の商品サービスのファンで、その中から何人かピックアップして、そして特別な体験をしてもらう、もしくは新しい新商品を体験してもらう、そういう優遇サービスをいろいろすることによって、もっと自分の会社のサービスを愛してもらう、その結果をツイッターとか別の口コミでこう投稿してもらう、広めてもらう、こういうことによって単純に企業のその広告っていうのを載せたりとか、あからさまに企業のツイートとかでこううちの商品と最近の話題を絡めた何々みたいな投稿をやるよりも、一ユーザーが本当に心の底からいいって思ってもらえる投稿をしているだけで、他のユーザーが、あ、そんなに素晴らしい商品なんだみたいに共感してもらいやすくなる。それがアンバサダーを育てるっていうことです。これはインフルエンサーを使って紹介してもらうのとは違って、自分の会社のファンを育ててもっと好きになってもらう、そしてそのファンに能動的に発信してもらう、それがアンバサダーを育てるということです。さあ、ここまでざっと SNS についてこの本の内容をざっくりと喋ってみたわけなんですが、実際にこの動画の後でも Twitter とあとブログの立ち上げとか OGP 周りとか Google 系の検索のなんか設定とか、その辺をやって、僕のこの YouTube 動画のその認知度の向上っていうのも定期的に報告していきたいなというふうに思っています。まあ1ヶ月に1回ぐらいですかね、それぐらいの頻度で気軽に定期報告をしていきたいなというふうに思っています。 Twitter もブログも始めますので、よろしくお願いします。ではまた。